お疲れ様です。はい、第08部室で皆さんを待とうと。ごめんなさい、私口下手で。あ、部室に行きましょうね、先輩。ゆい先輩もゆり先輩もまだですね。そうだ、実は先輩に相談あるんです。これは秘密の秘密なのですが、私バトルが苦手でパーツ集まらなくて、それでミッションとか手伝ってほしいなって思って。ダメでしょうか？本当にありがとうございます。待っててください、今準備しますね。それじゃあ始めます。
す。このキーパーツは欲しい、欲しいです。早く行きましょう先輩。いった、ポイントが入りましたね。キーパーツ早く出ちゃいましょう。簡単に、私が何回挑戦してもダメダメだったのに。先輩すごいです、かっこいいです。ガンプラってあんなに綺麗に動くんですね。私なんて作るのは好きだけどバトルとか全然で、尊敬しちゃいます。もしよければ今度バトルの仕方を教えてください。私も先輩みたいにガンプラを動かしてみたいです。放課後はだいたいここにいますので、いつでも来て。ごめんなさい、ちょっと日直の仕事が残ってて。私は相田先生に捕まってしまって遅くなってごめんなさい。あ、いい。よし、みんな揃ったわね。それじゃあサイドゼロの活動を始めましょうか。と言ってもまだ何も決まっていないんだけど。やはり学園の現状を打破する対策を考えたいです。このまま生徒会の好きにさせ続けたら、みんながガンプラバトルの楽しさを見失ってしまう。そうね。でもまずは生徒の支持を集めないと。じゃなきゃ何も変えられないわ。それなのですが、さっきの話待ってますから。あ、コーラさん、ちょっといいかしら。何ですか先生。日直の子にお手伝いを頼もうと思っていたんだけど、その子もう帰っちゃったみたいなの。今日中にコピーしておかなくちゃいけないプリントが山ほどあるのよ。申し訳ないのだけれど手伝ってくれない？困ったものですね。わかりました、クラス委員としてお手伝いします。本当？助かるわ。そういうわけだから悪いけど先に部室に行っててくれる？先生の手伝いが終わったらすぐに行くから。お疲れ様です先輩。いおり先輩は一緒じゃないんですか？ゆい先輩も遅れるってメールがあって。また二人っきりですね。バトルの方も見てくれたら嬉しいです。実はクリアできないミッションがあって、そのミッションを選ばせてください。よろしくお願いします。
私も微力ながらお手伝いします。少し苦手ですが、でも先輩と一緒ならなんとか。
先輩と一緒にプレイしてよかったです。本当にこれまで何度やってもクリアでき